こんにちは。今日は東大文系数学の第2回ということで、1998年の過去問を1題解いてみたいと思います。で、まあ一回問題文を見てみてください。まあ文章は A は実数でない実数で0でないとする。この時関数 fx イコール、まあこういうのの極対値と極小値が最小、間違えました。極対値と極小値の差が最小となる A の値を求めるっていう問題で、まあ、これは第1回にも説明したと思うんですけど、よくある単なる計算問題っていうやつです。で、まあこの問題見た瞬間にこれ解くと決めたら、もうどれだけ早く解いてやろうかって、どれだけ早く正確に解いてやろうかってことを念頭に置いてやってください。大体の人はこの問題は解けるので、いかに早く正確に解いて他の問題を解くかっていうのが重要です。で、まあこの問題の少しネックなところっていうのは、ここに分数があったりするところが、まあ少し文系には難しいと思うので、まあその処理の仕方とかを、最後中心に解説したいと思います。で、じゃあまず極対値とか極小値とか出てきたから、当然まあ微分して増減表して増減表を書いてみて関数の様子を探ってみようということになるんですけど、ここで一つポイントがあって、この関数って、まあ、ここに x2 乗と x があるから3次関数なんですけど、ここ積の形になってるじゃないですか。で、一回展開してからその後微分してたら少し時間がもったいないということで、まあ知らなかったらいいんですけど、もし知ってたらすごい計算が早くなる公式っていうのがあるので、これを使ってやってみましょう。で、それがどういうのかっていうと、ここにあるものです。 hx イコール fxgx、 つまり関数の積になっている、関数の積になっている関数があるときに、それの微分がどういう形になるかっていうと、まあ、こういう形になって、まあ、覚え方としては片方の微分かけもう片方のそのまま足す、片方の微分してないそのままの形かけるもう片方の微分した形っていうので、結局積の微分っていうのを得ることができます。これは文系は習わないんですけど、理系の人たちは数学 3C の教科書で出てくるすごい一般的な式なので、まあ、何でしょうね、理系の人とかに教えてもらって、時間があれば覚えておくといいと思います。で、あとこれ、この公式自体も自分で計算して確かめてみると、いい微分の計算練習になるので、それもぜひやってください。今さっき言いましたけど、数学 3C とかには、文系の人が使っても役に立つ公式っていうのはたくさんあるので、もし余力があれば、こういう時に結構役立つので、ぜひ理系の人とかに借りて教えてもらってみたらいいと思います。で、まあこの公式を使って、この式の積の微分を取ってみようということで、今度真ん中ですね。今言ったように、こういうふうに計算していって、微分はこんな、9x2 a-l-x-4。っていう形になります。で、ここで一つ注意なんですけど、問題文で極対値と極小値の話があります。で、問題文にあるから絶対に極対値と極小値があるって決めつけて解くのは少し早くて、一応自分でしっかり極対値と極小値が存在するってことを論証した上で極対値極小値の話に持ち込まないといけません。で、ということで、一度、fx って関数が極対値と極小値を持つってこと、
つまり、微分した f'x が、イコール0としたときに、解が2つあることを確かめます。ということで、判別式を取って、これが当然、線になると。で、ここまでやった上で、やっと上限表が書けますね。で、今度は、はい、こういうふうに論証して、で、極値が、少しこの形とか、あと、微分した形とか見ても分かると思うんですけど、多分、最初からイコール0として、極値を取るときの値を出してしまったら、多分、計算がめんどくさいので、先に、一応、アルファ、ベータと置いておいて、増減表を書きます。で、その結果はこういうふうになります。で、増減表っていうのも絶対書いた方が良くて、なんでかっていうと、多分もう経験上、例えばこの fx って関数が、ここの x2 乗の係数が3で、こっちの x の係数が1で、かけても3で正だから、グラフの形としては、こういう形になるっていうのは経験上わかると思うんですけど、それを示すには、x3 乗の係数がどうだからとか言っても、十分な論証にならないです。なので、しっかり増減表を書く必要があります。ということで、増減表を書いて、で、アルファ、x がアルファの時に fx が極体を取り、極体値を取り、x がベータの時に fx が極小値を取るってことを確認します。で、じゃあ当然、今度はどう考えるかっていうと、極体値と極小値の差が最小となるときどうのこうのって話をしているので、まず差を取ってみましょう。で、今度こっちになりますね。はい、差を求める。普通に計算していいんですけど、ここで一つ、また、やり方があって、普通に計算したら、めんどくさいと。できるだけ計算の過程を省略して、早く答えにたどり着きたいので、一度これを、f'x、微分した値を用いて積分の形にします。で、f'x っていうのは、いいですか。これっていうのは、f'x イコール0の時の解が α、β だったので、因数分解をこういうふうに書きますね。なので、この因数分解を用いて、こういう形にし、で、当然、よくある6分の1の公式を、この部分に用いて、こういうふうに、簡単な形にしていきます。で、まあ、この時に、ここを、一回、この係数を出しておくのを忘れると、本当は2分の3って値、ここの係数は2分の3なんですけど、早とちりして、こういうふうに、ちゃんと因数分解せずに、先に最初に6分の1って数字を使っちゃうと、ここで余って6分の1って係数を入れちゃったりするので、因数分解を先にやった後で公式は使いましょう。で、ここまで来て一応、まあ全然間違ってないんですけど、一応自分で計算が合っていることを確認する手段としては、fα-fβ っていうのは大きい値から小さい値を引いてるから絶対に正じゃないですか。で、ここも β-α っていうのは β の方が大きいから正であって、これを参照しても正です。だから、こいつが正だなっていうのを確認して、自分の計算が間違ってなかったなっていう、まあこの辺の符号の処理の仕方とかいうのが間違ってなかったなっていうのを一応確認したらいいと思います。ということで、こういうふうに計算していくと、極体値と極小値の差を、求めることができたけれども、まだベータとアルファっていうよくわからない値のままです。ってことで、今度は、ベータとアルファを用いた値がどういうふうに変わっていくのかっていうのを、辻褄合わせしてみましょう。この時に、もう大体の人は思いつくんじゃないかなと思うんですけど、f'x イコール0の今度は解と係数の関係を使ってこの値を求めていきます。まあ、実際に代入してもそんなに、実際に代入すると少し煩雑な計算になります。自分もちょっと一回それで計算して計算ミスもしちゃったんで。だ
解と係数の関係を用いる方がスマートですね。別に自分で代入してみてもいいですけど、はい。で、まあ、そういうことで、アルファプラスベータの値がこういうふうに出てくる。アルファベータの値がこういうふうに出てくる。で、それによって、ベータマイナスアルファの2乗の値がこういうふうに出ます。で、まあ、そこまで求めると、これを2分の3乗すれば、ここの値になるので、ベータマイナスアルファの値は求まっても同然ですね。じゃあ、これを用いて、Fα マイナス Fβ をもう一度表し直してみると、まあ、こんな形になります。まあ、詳しい計算をする必要はないです。なんでかっていうと、大体まあ、形だけ分かってしまえば、求めるものっていうのは、これが最小になるときの A の値なので、このときの A の様子を見ればいいんです。で、見てみると、ここに A マイナス A 分の1の2乗っていうのがあって、まあ、あとはそれに、それを、なんか、定数化したり、何乗化したりっていうので、まあ、結局、そうか。ここに2乗があって、ここに2分の3乗があるので、この式の中で、a マイナス a 分の1の、べき数っていうのは、こうなってるわけですね。はい。べき数だけ見ました。係数は見ずに、べき数だけ見るとこうなってるので、すいません、ここちょっと違います。となってるので、Fα マイナス Fβ が最小となるのは A マイナス A 分の1が最小となるときです。で、ここからがちょっとめんどくさくて、ここもし、ここのマイナス、ここがプラスだったら、相加平均、相乗平均の式を用いて A マイナス A 分の1の大きさというのを確認することができるんですけど、ここがマイナスなので、それができないんですよね。で、どういうふうにそれを論証するかってことになって、もうこの形を見たときに気づく人もいるかもしれないですけど、一応そこは気づいてない体で、その答えに気づいてる人もいるかもしれないですけど、まあ、そこは気づいてない体で解いています。で、じゃあどうするかっていうと、とりあえず、a マイナス a 分の1っていうのは、その a の値に応じて負になったり、イコール0になったり、1000になったりする可能性があります。もしかしたらならないかもしれないけれども、とりあえずその可能性があるので、その可能性を確認するために、まあ、こういうふうに、記号を書いてみて、まあ、実際こんな記号を使う人はなかなかいないと思うんで、別にどれか一つをまず書いてやってみればいいんですけど、まあ、こんなふうに書いてみて、どんどん計算進めていくと、形がこういうふうになります。となったら、どう見ても、統合が成立するときの条件というのは、ダイナミニも明らかであって、A イコールプラスマイナス1のときです。で、A イコールプラスマイナス1のときに統合が成立するから、すいません。ここ、こうですね。ここに2乗があるから、ここの A マイナス A 分の1の絶対値が最小になればよくて、で、統合が成立するときに当然 a マイナス a 分の1の絶対値は一番小さい。で、統合が成立するときはこういう条件ですってなって、求める値は a イコールプラスマイナス1となります。で、全体を通して、言えることは、まず、これ以前のところ、最後のところ以前のところでは、どうにかして、計算を簡単にする手段がもっとないかとか、どうやったらもっと簡単に計算できるかなっていうのを念頭に置きながら問題を解いていくのが大事ですね。まあ、最初のこの公式とか、ではその後の解と係数の関係とか、あとこの部分、積分のところ。で、それをやりながらも、ちゃんと自分の論証が、正しいか、正しいことを言ってるかっていうのを、確認しつつ、こういう部分をしっかり押さえていく。
で、最後の部分なんですけど、まあ、ここは正直、少し僕たちには想定外の部分で、ここがマイナスっていうのは本当に想定外の問題なので、まあ、それにどう対応するかっていうのは、まあ、こういうふうに別に、統合はどれでも、不等号、等号はどれでもいいので、一回書いてみて、で、自分でこねくり回してみて、この形にたどり着いてみると。で、ここまでたどり着いたら、a イコールプラスマイナス1の時が解なんだなってことがわかるので、その後は、まあ、それがうまく伝わるような回答を考えて書けばいいです。以上のようにして、今の問題は、解くことができます。そうですね。最初にも言いましたけど、計算問題、いわゆる計算問題っていうのは、どれだけ早く正確に解けるかっていうのが大事です。まあ、文系の受験者はほとんどが解ける問題なので絶対落とさないようにして、そしてまた早く解けるようにしておきましょう。以上です。